聞こえてるかい天使たちの声が義務の、right. ギブの流儀この番組は BNI 志願西京都北の提供でお送りさせていただいておりますはい、えー、こんばんは BNI ディレクターの清久隆之ですさあ今日も始まりました FM 大津の看板番組ギブの流儀でございます 日曜日の夜にあこの人も BNI で頑張ってるなら自分も明日から頑張ろうと思ってもらえるような BNI メンバーによる BNI メンバーのマインドセットのための番組ですこの番組は BNI 滋賀・西京と北の提供でお送りしておりますはいえー、ということでね、えー、今日も日曜日の夜ということで、えー、皆さんお疲れ様でございました、はいえー、4月もね、えー、中盤になりましてね もう2024年もまもなく3分の1が経過しようとしているということでなんかめっちゃ早いなってまあ1月、2月、3月がねもうやっぱり1月が逃げる違う1月が行くや2月が逃げる3月が去るということでねあ,のあっという間に終わってしまうというねそんな感じでございますけれども。あのー まあ新年に入ってね、切り替えのスイッチが入るときが3回僕、あると思ってて、まず1月1日元旦ありますよね。この2000年月が変わりますから、1月1日からじゃあ心新たに頑張ろうみたいなね、そういうふうになるわけですけれども、これ1月1日って、 なんかあの切りはいいんですけどそのまま休みが続いちゃうからなんかあんまりスイッチ入るけど切れますよねなんか2日、3日、4日ってなってたらだいたい5日とか6日ぐらいからねこう実像が始まりますんでそれまでになんかねこう気合がこう抜けてしまうというかねあのそういう風になると思うんですけれどもあのそうなった後にですね2月の4日も新正月っていうのがありましてね。節分までが ねえー、前の年やと。で2000、えーに、2月4日から新しい、ね、年やということで、えー、もっぺんちょっとスイッチが入るということなんですけど、うーん、ま,あ、まだ寒いということで、ね、<laughs> 言い訳ばっかりしてるんですけど、あのー、なかなかね、こう2月4日もこう雪があったり、ねえー、スイッチが入らへんということで、こう一番ね、僕、スイッチ入るのって、 4月1日ちゃうかなというふうにこう思うんですよね、こう切り替えのスイッチがね。うん、これなんでやろうなというふうにこう思ってたんですけど、あのー、僕らやっぱりね、こう4月1日うこう、学校があったじゃないですか、学校もやっぱり4月1日から始まりますもんね、新学期ということで。で、まあ、会社もそうですよね、えー、4月から始まるところがやっぱり多いと。 新入社員が、ね、入ってくるのが4月1日ということで、やっぱりね、こう4月1日、4月から新しい何かがこう始まるみたいな、体がね、もうそういうこうになってるんでしょうね、うん。なんかそういう感じがしてですね、僕も4月1日から、えー、何かこう始めようということでね、<laughs> 毎朝、ちょっと早,早起きて歩いてますよね。うん、これ、ずっとね、正月ぐらいからね、歩いてるったんですけど、 なかなかこう続かなかったんですよね。うん、けどまあ4月からね、あのー、歩き始めて、えー、今のところね、えー、ずっと続いてるということでこれをねちょっと継続してねやっていこうかなというふうに、えー、思っております。もうあのー、ね、えー、暖かくなりましたしねこれからどんどん、えー、夏にね向かって。 えーまあ、いい季節ですのでね、えー、仕事の方もね、プライベートの方も、えー、頑張っていきたいなと、そんな感じの始まりということにさせていただきますさあ、えー、今日もですね、えー、先週に引き続き、えー、京都の BNI のブレイクスルーチャプターのです、ねえー、増田さんに来ていただいてますので、えー、増田さんとね、き、え、ょ、ー、も話をしていきたいなというふうに思っております。 マ田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まああのー、先週はですね、ちょっと仕事の話をね、えー、まだしてなかったので、えー、今週はね仕事の話を掘り下げてね聞いていきたいなというふうに思っております。はい、一旦チームです。FMO ツ新しいビジネスの獲得が可能になります。チームの仲間があなたを推薦してくれます。 競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができます BNA 滋賀に西京都北で検索かわいいペットと一緒に花に囲まれて眠りたい野戸川の樹木葬幸福寺梅花園はそんな望みを叶えます永久に回想せず土に還れる花と木に囲まれたお墓です まずは、市が樹木層で検索平穏な日常生活の中で急な雨漏れやお風呂トイレの不便を感じたら「お父さん住宅修繕ですよ」「異常気象対応の大津建材センター077-537-3591」「077-537-361」にお電話ください。 はい、えー、ギブの龍喜です。この番組は PNA 滋賀西京都北の提供でお送りさせていただいております。はい、えー、ではね、改めましてマッサさん、えー、京都ね、ブレイクスルーチャプターのメンバーで、えー、いらっしゃいます。スリー・ディレクションズっていうね、会社の代表されてますマ、はい、田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。スリー・ディレクションズね、えー、これどういう意味なんですか？ 僕が近江八幡に住んでて、まあ、生まれも育ちも近江八幡ですので、はい、まあ独立するにあたってぜひ三方よし」を使いたいなというところで近江商人のねそうでまあ営業をする事業なので「三方よし」っていう言葉は本当に大事なことやと思ってましてその中でかぶってなさそうなやつを英語に直すことで。 っていうので、つけさせていただきました。なるほどね。これスリー、スリーウィンチャプターも、三方よしを、ぱ、なんか文字。出るってしました。あ、知ってました。知ってました。あの、多分、あの、発起人というか、始めた人が滋賀県の人で。あ、そうなんですねそうそうそう。当時滋賀県に。チャプターがなかったんで。そう、そんなスリーウィンって三方よし。は意味かな。って言ってました。はい。はい。 仕事は美容機器メーカーの営業なんですけど、代理店ですね。理店ですね、売れてますか、脱毛機。そうですね、売れてるのは売れてるんですけど、金額が大きいので、240万ぐらいですね。 信用できる人間かとかいろんなことを知ってもらってからっていう話になるのでそこには時間かけるようにはしてますね240万車が買えちゃうもんそうですねどういうふうに普段は営業されてるんですかそうですね余談なんですけど1回テレアポみたいなことをやってみたことがありましてテレアポねやってみてアポ取れて行ったんですけどでまあ チラシ渡して帰ってきて、うん、まああるやつですよね、うん。どうですかみたいな感じで、うん、まあまた考えるみたいな感じだったんですけどねうん、うん。こうやって一回やって思ったのが、誰かわからん人に二百四十万払うかと思いまして、うん、<laughs> そうですね。はい。これはそうじゃなくて、あのもっと BNI を頑張ってやろうっていうので、うん、なるほどね。はい、うん。まあいろんな方にまあ貢献ですよね。貢献することによって、まあ。 いらっしゃるので中にはやっぱ美容関係の方とかまあ今やったら副業で家で独立される方とかそういう方とかをつないでいただいてまあ変われる変われないにかかわらずまあサロンもやってるのでそういうやり方みたいなお話をさせていただくっていうような感じの動きですね。サロンで使い心地とかそんなのはもう 自分で分かってるから売りやすすいいという,、はい、そうですねあとはやっぱりあの他社さんって、まあ、会社員の営業の方が多いんですけど知識では知ってても自分でサロンやってるわけではないのでその辺がやっぱり同じ目線に立てるかなっていうところと始まってからいろんなことをやっぱり質問が来るので聞きやすいように、うん、そういうこう。 癒やうにしないって癒やすする人も中にはいらっしゃるので何でも答えますっていうのを、うん、まあ自分の売りとしてやらせていただいてますねなな。なるほどね。えっと脱毛のサロンですよねあの家でえっとそうですね、まあ、ただ脱毛サロンって他のものと掛け合わせた方がいいって言われてまして、うん。 うちでいうとあのドライヘッドスパっていう、うん、まあ頭、まっさ,、ま、さ、守るんですけどそれもやりつつ、うん、まあ脱毛に興味持っていただいたらご提案させてもらうっていう感じでもともとヘッドスパ脱毛を先き始めて、うん、でもこれ脱毛っていうのですとお客さんがこう限定されてくるんでほ他のと掛け合わせた方がいいなっていうのでヘッドスパを始めたっていう感じですね。うん その始まりは始まりというかその来てもらうのがヘッドスパで来てもらってっていうことの方が今は多いかもしれないですねそこから脱毛もやってるんですそ<う>みたいなそうですね流れでね、はいうん、なるほどうんまあヘッドスパは1回単価はどれぐらいなんですか30分3000円ですね単発やと、ね、はいなるほどね、はい、であれってぼ僕やったことないけど、はい、その定期的に はるっていうことそうですね、はいうん、定期的にうち、まあ、でいうとこうおしゃべりして帰ってもらうみたいなのもちょっと含まれてていろいろねストレス溜まってる方とかがお話しして、まあ、リラックスして帰っていただくっていうのが、まあ、ヘッドスパで、うんまあ、その中で、まあ、機会も置いてあるので、うん、あ脱毛あるんやねみたいな感じでだったらまあしたいっていう方とかあとはまあうん、うん 顔のシミとか取れたりするんで女性はもう半分以上そっちヘッドスパでシミが取れんのあの脱毛の機械で脱毛の機械って黒いものに反応するんでシミにも反応するんですよへえそれではいあの女性はよくご存知だと思うんですけどそれで来られてる方も結構いらっしゃいますね滋賀県って割とそのんかこうんていうの 大手の脱毛店みたいなのあるないんですか京都やったらほらゴリラクリニックとかあ、はいはい、なんかあるじゃないですか。ありますあります、うん、大手もあるんですけどまだまだ数が少なくてあ<ー>実はあの新規開業に狙い目なんですよね脱毛が、ね、っていうのが競合がまだまだ少ないからですね。<ー>はい、そそののの需要に対しての競合あのその 店が少ないあとは裸なんですけど実はやりたいと思ってるけどきっかけがないという方が結構やる感じで僕もそうですけどね実は面倒くさいのとなんかちょっと恥ずかしいのといろいろ入り混じってますねそうでですねなんそういう方にも一回例えばヘッドスパで様子見に来てもらうみたいな。 そういういのもまあしてますねなるほどね、はい、うんまあもう何ていうかなもう当たり前になってきたっていうか、まあ、僕らの子供の世代とかやったら、はい、普通にやりるよもう男,男でもね脱毛かですね昔はそういうのはあんまり考えられなかったけどはい、はい、特に親世代の方があの、うん、子供さんの脱毛もさせてあげたいみたいなはいはいの方が結構いらっしゃいますねなるほどなるほど、はい、これ何回セットで何回回数券とかですか 回数券もやろうかなと思ってるんですけどあえて都度払いにしてて一回なんぼとかそうですね一回いくらなんですかヒゲで言うと男性一回8000円ですねそれはやってくれる感じセルフじゃなくてセルフじゃないですね一回8000円で都度払いみたいなそうですね回数券も作るのでそれだと一回あたりがもうちょっと落ちやすくなるという感じねはい一旦終了です FMO2 新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができます BNI 滋賀に西京と北で検索それ漫画にしましょう あなたの会社のサービスや商品を漫画にして楽しくわかりやすく宣伝しませんかウェブ・チラシ・パンフレットに使え集客をお手伝いしますタンデムデザインで検索スイッチ入れたらパラダイス FM オーツミーマリコですおかげさまで2023年4月1日で開局5周年を迎えます これを記念して要望の多かった番組枠を個人向けに特別割引価格で販売しますあなたのご友人の声を f m オーツで流すチャンスですオンエア時間は30分枠と15分枠です30分枠はなんと1回1万円からです自作番組を放送したい方がいらっしゃったら f m オーツをご紹介ください電波とインターネットで大津と世界に番組を届ける FMO ツからのお知らせでした。 大体どれくらいいったらひげ、うん、とかも、あのー、き綺麗になる感じですかひげはですね、まあ、うん、結構濃さによるんで一概には言えないんですけど、うん、僕とか相当濃かったんですよ。今の途中なんですけどあ、ねうん、まあまあ1年は月1回でかかる月1回1年ぐらいかかで,でだいぶかかると思います、ね。 特に薄い系やともうちょっと少なかったりする感じで毎月この日予約して行って何時間ぐらい時間ぐらいやる感じ施術自体はもう20分とかで終わりますねあとはカウンセリングとあと特に BNI の方やったらワントゥーワンも兼ねてますので仕事の話して帰っていただくっていう感じですね。 どういうコンセプトがあってその会社っていうかやったんですかそうですね、うん、まあ独立のきっかけが先週の,選手の話なんですけど、うん、介護離職的な感じやったので自分もこう親ともあんまりこうコミュニケーション取れてなくて、うん、このまま亡、まあ、なくなっちゃったんで、うん、その中高年、まあ、割と年配の方に対するなんかこう 幸せにしてあげたかったなっていう後悔のねみたいなのが親に対してありまして,してでまあ特にその世代の方が来てくれたらいいなっていうので内装とかそういう施術とかえお話とかもそういう方向でやってますねであのっていうのがあのやっぱり若い子ってスッとそういうサロン行けるんですけど結構まあだんだん年いって。 行くくのに抵抗出てくるじゃないですかそういう抵抗がないようなサロンにしたいですしそういうサロンが増えればいいなと思ってやってます、ね、うんということはやっぱり近所の、まあ、ご高齢者とかそういう人たちがターゲットそうですねまあ40代から男女問わずみたいな感じで、うん、まあサロンですとやっぱ地域性はあるので、うん、まあ通える範囲の人になってきますね。 まあでもやっぱりあの地域にこう必要とされて愛されないと、はいはい、なかなかねあの帰ってもらえないかもしれないですよね。どういうふうにこれからやっていこうかなっていう感じで思ったんですかそうですすかそうね、はい、僕自身がしたいのはあの、うん、この間もい一見一人と話させていただいたんですけど。うん、まあ 例えば自分の前と同じような悩みを持っている方とか例えば介護の悩みやったり、うん、まあ自分うつとかも経験者なんですけど、うん、うつを脱出できない人とか、うん、そういう人のこう精神的に話を聞いてあげるっていうのと、うん、今の施術とかをミックスさせてしていきたいなと思ってて。話聞くだけでも だめだと思いますし、誠術だけして帰ってもらうっていうのでも、なんかもう一つ物足りないなと思いますし、そういう形でやっていければなと思ってますねあとはそういうのに共感してくれるサロンさんを増やして、拡大していきたいなと思ってます。なるほど、自分らと同じようなコンセプトを持っている店を横展開していけたらいいなっていう、そんな感じで。でも まあ、BNI とかねうまいこと使ったらなんかねいけそうな感じがしますけどねそうですね、はい、やっぱ BNI ってあの何ていうんですかね志に共感していただくというかそうですね買ってくれというよりはそちらですよねまあブレイクスルーチャプターもその僕もその発足のね当初からかかってて、はい、あのよく今でもネタみたいに いるんですけど、はいまあ、今津太郎っていうのがいて彼がねこう立ち上げたいって言ってね、はい、一番最初坊主頭でね喫茶店で面談したのが始まりなんですけどそこから、まあ、僕も他のの、ね、新選組チャプターというところで、あのー、メンバーとしてやってたんでね、はい、ほんまになん,かこうなんていうの もうバーンと上がったり下がったり上がったり下がったりみたいなねすごいジェットゴーサーみたいなチャプターでね今どんな感じなんですかそうですねまあカラーはちゃんと作られてて割と和やかなボケる人の多めのチャプターやとは思うんですけどまあそれがいいところですね。あととはしっかりえ 閉まるところは閉まっていけばもっとよくなるんじゃないかなっていうのはちらほら意見として出てたりしますね。なるほど閉まるところは閉めるビジネスはビジネスでしっかりやると最近なんかこう古いメンバーがちょっとねやめていったりとかそうですねそういうこともちらほら聞くんですけど1年8か月前に入会されてえっと。 入った時に、まあ、これいつもあのチャプターの人に聞いてるんですけど、はい、あのなんか面倒をよく見てくれた人3人ぐらい挙げるとしたら誰と誰と誰なんですかそうですね、はい、あの野口さんっていう人とあとは加賀山さんっていう玉木、ねはい、さんと誰やろうあとはあの役割っていうかウェブで森さん ああ森さ,ん森さんにすごくお世話になったっていうところですかね。なるほどなるほど。はい、うんその三人がよくしてくれたと。はいうん、僕、そういうのがね、結構大事やと思ってて、あのー、そその三人なんか返したいでしょ、だって。あそうで何、ね、かや,やりたいと思うんじゃないですか。はいはい、あのー、そのそ三人に なんんんとあかんなっていいうふうに僕いつも思うんですよね<ー>その新しい人が減らって寄り添ってあげたら嬉しいじゃないですかやっぱりそうです、ね、新しいメンバーも、はいはい、だから僕もあの減らはったらすぐにワントワンとかあのした方がいいよとかアドバイスはするんですけど、はいまあ、なかなかちょっとあのパスポートの順番がありましてとかね、まあ、そんなん関係ないや、はい、もう先行ったらやんって僕も言うんですけどそういうことをちょっと。 やっててあげ一番最初お世話になった人が増田さんですとか言ってね言う人がたくさん増えれば、はい、自然とその増田さんの不安もね、はい、多分増えてくるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけどね、はい、はい、他のチャプターともなんか交流とかは結構あるんですか そうですね。えっと、京都、大阪とかでも、まあ、ありますし。まあ、滋賀住んでるので、滋賀のチャプターと、あの、結構交流したいなっていうところで。結構、えっと、つないでいただいてまして。元持さん。から、あの、もう、稲妻の方、半分以上繋がったりとか。してますね。はい。まあ、あの。ね。もう、今、クロスリファーラルもね。はい。別に、会見されてますから。あの、全然。 やっぱ地域的にね、場所が近江八幡市江頭町っていうの、これ。江頭町。うん、810人やから、まあ、割とやっぱりね、この辺の人が来るそうですねやろうし、これ、駅近い。ここは遠くて、サロン自体は安駅の近くの奥さんの実家の方で、の自家でやってる安のどの辺です安の越野原。越野原。はい。それは駅近いの。それは歩いてでも行けるないですね。 うんまあ行けますよね安やったら行けます行けます京都からでもまあ来られたりするんでなるほどねうんまあ実店舗なんでね、まあ、あの行きやすい方がいいでしょうし、はい、ほなそこまで通ってん、ね、こう近江八幡からあそうですねはいなるほどなるほど,なるほどね、はい、なんかえっとねええー どっちを伸ばしていきたいんですか、その美容機器売りたいのか、あのー、サロンをこう繁栄していきたいのか、あ<ー>まあ両輪でしょうけど、はい、これって結構あのー、もうかなり相関関係にありまして、だいたい脱毛器のまあプレゼンをさせてもらうと、えまあそれってこうちゃんと利益になるんですかみたいな。 <ス>感じになるんですよねはいはい、はい、そうですね、はいはいはい、それで、まあ、自分のサロンがしっかり成立していると<ス>、うん、こうやってこうやってこうやってなりますっていうことが自信を持って言えるので、うんまあ、そうするとじゃあっていう話になるという、うん、結構、両方、まあ、売りたいのは機械なんですけどそれにはサロンが必要っていうような相関関係ですね、はいうん、そうですよね。はい、うん まあでも、一番なんていうか分かりやすい,そのなんていうか成功事例を作ったらええもんね、そうです僕自身で成功事例を作るっていう感じです、ねうん、でこうなって、こうなりましたってそのまあまあまあ最初250万かまあ投資いりま,ますけどまあこういうふうにこう何年で回収できますとかそういうねあの実績を作れば、はいはい。そうですね 割と、ねはい、全然、うん、安いもんやなってなる可能性は当然ありますよね。なるほど、まあ、結局 BNI を通じて結構売れたりしてるわけですかそうですね、まあ、数はそんなにまだないんですけど施術は結構来ていただいたりしているので冒頭のお話の1年目はこんな感じ、うん、2>, 2年目はこんな感じみたいなのその 図には載っっててるんかなっていう感じですねあー、まあ、施術に来ていただいて、うん、その先に機会があると思ってるんでああなるほどねそこに来てもらってあのイ,イメージしてもらうってう、はい、体感してもらって、うん、でそれで紹介をいただくか事業として考えてもらうかみたいな、うん、それ誰でもっていうわけじゃないやろうしなその結局どういう人に売りたいわけですかその うん何か今店をやってる一番あの話が早くて集客しやすいのはもうすでに店を脱帽以外の店をされてる,てる、ね、まあ美容とか健康系の方やったらもう機械入れるだけで箱もありますしお客さんもいますし一番いいのかなリスクが少ないのかなと思うんですけどあともう一つはあのまあ 家で例えば主婦の方とかでも独立できたりするので子どもさん見ながらとかいろんな家庭の事情と両立しながらできて地域性のあるお仕事なんで口コミとかでも頑張ることはできるのでそういう人がターゲットですね副業的にできるかもしれないとうですね今も副業時代になってきてますね。 まあそんな人がね、もしいらっしゃったら、えー、増田さんに、これど、どうやって連絡取ったらいいんですかそうですね、どうしましょうかね。電話番号言うていいんですかあ,あどうぞ。<laughs> えー、080の72655185ですね。080の72655185、えー。増田さんにね、えー、もし脱毛のね、事、えー、業とか、えー、興味がある方はぜひね、連絡してみてください。よろしくお願いします。 松田さん2週にわたってありがとうございましたいまた今後ともよろしくお願いしますさあいかがだったでしょうかギブの流儀今週はお疲れ様でした来週も木場付ツ芸精神で頑張りましょうではおやすみなさい